こんにちは、あやささん、メッセージありがとうございます。昨日動画上げてくれたんですよね。今日ね、今ただいま見ましてね、12月9日の3時49分に拝見しまして、非常に嬉しいなと思いました。まあいろいろと事情があると思いますんで、まあ私はね、あやさちゃんの時期のいい時までいくらでも待たせていただきます。その間ね、自家発電で自分一人で勝手に生活保護のことを語っていこうかと思いますけども、まあ私もね、生活保護費が、自分が労働者の時って、サラリーマンで働いてた時ってね、手取りが15万ぐらいだったんですよね。私まあ6年半ぐらいしかサラリーマンやらなかったんで、そんなね、サラリーマン年収が500万になった、600万になったって経験はないんですけども、26、7で辞めてしまいましたんでね。まあそれで思ったんですけど、その時にね、多分生活保護費っていうのを知ったら、まあこの暮らしよりは生活保護の方がいいかなとは思わなかったと思うんですよ。多分それはね、私の手取りが15万、生活保護の受給額が多分10万とか15万という認識だったと思うんですよね。まあ働いて大変だけども、生活保護の方が安いからこっちの方がまだマシだよねとかね、自分は頑張り次第で昇給するけど、生活保護っていうのは制度が変わらない限りは、まあそのままずっとその金額でしょみたいにね、思っていたと思うんですよ。ただ当時私はその生活保護っていう認識がなかったんでね、そこまで考えなかったんですけど、振り返ればですよ、で多分ね、多くの方がね、生活保護費を上げるべきではないっていう意見もたくさんいただいたんですけども、その多くは一生懸命働いてるこっちがね、手取り15万20万でやってるのに、なんで生活保護費がね、何もしないで30万なんだみたいなことがありますけども、こういったらまたね、怒られるかもしれないんですけども、月収が100万とか200万超えた人から見るとね、生活保護費って別に50万でも何の問題もないと思うんですよ。むしろ生活保護費が50万ぐらい支給されてると、生活保護の方が使える金額が増えるんで、ビジネスチャンス増えるなとしか思わないんですよね。だいたい一般的に生活保護費が10万前後とかね、15万前後と設定した時に、セールスの持ちかけようがないんですよね。で、セールスが持ちかけられないってことは、その生活保護の人が使える可処分所得っていうのは当然少ないわけですから、もうね、お金がかかることは一切できないみたいな、それこそ毎日切り詰めることを考えなくてはいけないというのがね、果たしてさ、人生なんだろうかと。じゃあせっかくチャンスのある情報教材を作っても手に取ることができないとかね、でも復活できないじゃんと。でそろばんの塾にも通えないし、それこそね、書道教室にも行けないと。いや、これが本当に人生なのかなと思っちゃうんですよ。でこれはね、あんまり言うと生活保護の方を蔑むようなことになっちゃうんで、そんな金額じゃやっていけないでしょっていう言葉も使いにくかったんですけども、あえて言いますけども、その私民謡や三味線をやってる関係でね、デイサービスとかに伺ったりとか慰問に行くときに、本当に思うことがあります。まあ、私たちは本当にボランティアでさせていただいてるんですけども、私のような歌でもね、芸でも皆さんね、喜んでいただいて涙を浮かべてね、拍手してくださるんですよ。そして私が帰るときに、一人一人とね、本当に握手をして帰るときに、芸能人になったつもりになるんですよね。で、あ、嬉しいなと、こういう報酬もありだなと思ってまた行きたくなるんですけども、なんかね、その年を取ったからといって、それから体が不自由になったからといってね、思考力が弱ったからといって、人生にね、楽しみや趣味がないっていうのは何なんだろうと。これね、趣味がないとか、自分の息抜きの場がないとかね、自分らしく自分を演じる場がない、楽しむ場がないっていうのは、これ人生を取り上げたことになるんじゃないかなと思うんですよ。それがこの戦争もないね、日本で起きていいんだろうかと。で、私はずっとね、財政の問題、財源の問題は気にしていたところもあるんですけども、これがね、全くのね、間違いだったってことにも気づいたのも、この生活保護費を考えた時のポイントになるその要素だったんですよね。というのが、この私たちの国ってのは税収で運営されてるわけではないってことなんですよね。これ初めて聞く方はそんなわけないだろうと思いますけども、私たちから集めた税金っていうのは、必ずしも国家運営の、その、なんですかね、一つの要素ではあるけども、それが全部ではないんですよね。で、もともと50兆円ぐらいしか、どう頑張っても集まらないところに、100兆円の予算、支出を掲げてるわけですよね。で、足りない50兆円何やってるかっていうと、通貨発行やってるわけですよ。お金が足りない分は、じゃあ日銀が作ってるわけなんですよね。だったら、まあ、無制限にっていうのはね、インフレ率もありますんで、無理なんですけども、じゃ生活保護費、今3兆円ぐらい生活保護費で使われてるわけなんですけども、これがね、毎年6兆円だろうが10兆円だろうが、別に日本財政はびくともしないわけですよ。
それこそ国家の通貨の信任も得られないわけでも何でもないですしね。むしろ社会保障が充実している国とか、体が不自由になったりしても何不自由なく生きてる国、生きていける国っていうのはね、あの通貨の信任を得れまくるんじゃないかなとか思うわけですよね、うん、それこそ人気の国になると思いますよ。移民希望国ナンバーワンとかね。それこそ使い物にならなくなったら、あの人体実験してしまうみたいな国がね、もしあるとしたら、そんな国には絶対行きたくないですよね。でそういうことを考えても、生活保護費ってあのなんかね、どちらにしても改善されるべきだなと思いますし、財源の心配はとりあえずないなっていうところにもなるわけなんですよ。まあいろいろと話してみるとね、どうしてもね、無理無理論とかね、ダメダメ論言ってくる人が口挟むんですけども、これ私何回も言いますけども、単なる理想論を語ってるだけでね、じゃあこうなったらいいねと、でそうなるためにはどうしましょうかってことを話してるだけで、なんかさ、無理無理論をね聞きたいわけではないですよね。なんでしょうね、いやそれはこういう事情があるから無理だよっていうふうに自分の頭の良さをひけらかしたいだけなのかもしれないですけども、まあそういう方が来るのも仕方がないなと思いながらやってますんでね、別にそういうのやめてとは言わないんですけども、ただ私が冷ややかに見てるということはね、もうここではっきり言っときたいなと。あの月収100万とか200万って無理無理論、ダメダメ論がやっぱ来るんですけども、全然可能ですからね。この辺も、うん、多くの労働者の認識を変えた方がよくって、そのどうしてもね、月収が上がらないマーケットってあるんですよ、ね、月収が絶対上がりようのないマーケットってあるわけなんですよね。でも月収を上げれるマーケットもあるんですよ。だからこの2つを見極めてどっちに行くかってことを決めるという方法もありますよね、うん、例えば全体の予算規模があの月間で1000万円の会社に行ったら、じゃあそこで10人働いてたら月収100万がマックスなわけですよ、どう考えても。ね、でも月収あ月ベースで、まあ、10億円とかっていう会社でね、そこで10人でやってれば、それ1人当たりの分配率高くなるわけですよね。これはどういうふうに伝えればいいのか、ちょっといまいち難しいんですけどね。あの、まあ、マーケットが伸びている分野に行けばいくらでも儲かるよってことなんですよ。もう具体的に言ったらプログラミングとかね、もう10年前からプログラミングの世界は儲かりまくってしょうがないわけですよ。アフィリエイトの世界もそうですよ。でも来ないんですよね、誰もね、うん、難しそうだからってことで、難しそうだからって思ってるから飛び込んだ人だけがウハウハやってるんですよね。うん、だからそういうところから見ると、みんなやればいいのにとか、みんなお金もらえばいいのにって思っちゃうわけなんですよね。まあ、これもちょっと長くなるんですけども、無理無理論、ダメダメ論っていうのは何もね成し遂げないんですよ。で私が感じたのは、いわゆるねヒルズ族じゃないですけども、ビジネスを一生懸命頑張ってる人とか結果を出してる人ってね、無理そうなことを私が言うと、それいいじゃんと、やってみようよってなるわけですよね、だから意見を潰さないんですよね。だからお互い伸びていくんだろうなと思うんですよ。あ、それいいじゃんみたいな、まあまあちょっと難しいかもしれないけど、やってみようぜ、なんか面白そうじゃんって、だって誰もやったことないんだよね、こんな感じなんですよ。ワクワクしますよね。で私がアフィリエイトやってる時にね、あやさちゃんね、すごく面白い例が何件かあったんですけども、あの引きこもってる息子がいるんですよ、私と同年代のね。でそのお父さんから相談なんですよね。そのお父さんはリストラにあって転職して、なんとかね手取り17、8万の会社に勤めて、でもうかなりね厳しい思いしてやってるんですよ。で家帰ると息子が引きこもりで、私のところに相談に来るんですよ。うちの息子は引きこもりでね、おいなんとかかんとかって息子に呼びかけるらしいんですよ。お父さんもそんな楽じゃないんだから、お前も頑張って働けよ、就職ぐらいしろよみたいなこと言うらしいんですよ。さら息子はまあ反抗的でもなくね、うん、ごめんもうちょっとしたらねみたいな感じで、やる気を見せるような見せないような感じなんですよね。で私その息子さんにメールで連絡をしてみたんですよ。そうすると息子さんはね、部屋に閉じこもって、まあ本当に働く気がないらしいんですよ。全然お父さんみたいに、あちこち行ってね仕事取ってきたりとか、ああいうの苦手なんだって、やる気がしないんだと、どうしても部屋から出るのね抵抗があるんだって言うんですよ。仕事のために部屋から出るのは抵抗があるらしいんですね。でその息子さんと私やり取りしていくと、そいつはね、なんか当時まとめサイトやってたらしいんですよ。でまとめサイトで月収200万上げてるんですよね。でなんかアニメのまとめサイトらしいんですけども、アニメの DVD とかバーッと見てからね、すごく楽しくって面白くって、その感想とか、それから自分が考えるんだったらこんなサブストーリーみたいな感じで、そういうブログでアクセス集めたりとか、似たようなことをやってる人のそのまとめサイトを作ったりとかしてね、でそこで月収200万の広告収入得てるらしいんですよ。でそうなるとね、いやお父さんがその必死こいて20万もいかないところで、息子さんが好きなことだけあって200万稼いでると、これは何だろうなと思っちゃったんですよね。でお父さんは自分が一生懸命働いてるのに
息子はあんまり働かないっていう悩みを持ってるんですよね。悩みですよ。で、息子さんは確かにお父さんみたいに働いてないけども、収入面で言ったら10倍ぐらい稼いでるんで、もう別に外に出る必要ないじゃんみたいな感じになってるんですよね。でもお父さんとしては自分と同じ働き方を希望していたと思いますし、なんかね、収入を上げてるように見えなかったんですよね。それがしばらくして確定申告書がね出てきた時に、お父さんとね、その息子さんと私とで話す機会があったんですけども、お父さん立つ瀬がないですよね、その時。でも息子さんはね、すごくお父さんのことを尊重していて、お父さんが頑張る姿を見て自分もなんかやらないとなと思って、こういうふうなことを苦肉の策でやってみたらたまたまうまくいったんだよと。だからこれお父さんのおかげでもあるんだよみたいなことでね、お父さんの名誉を保ったみたいなことを、私のアドバイスですよ、私のアドバイスで実現したんですけども、でもね、本当にね、お父さんも今ね、インターネットのことをやってるんですけども、まあまあ収入が上がり始めたと聞いています。いくらか分かんないですけども、という感じで、今リアルの現場っていうのはもう過当競争で全然お金にならないんですよ。給料が伸びていく見込みもないんですよね、ほとんどの場合はね。でもインターネットの世界でアフィリエイトとかっていうのをやっていくと、アフィリエイト以外でもいいんですけども、なんかね、その参入者がまだまだ少ないし、企業の広告もね、リアルからインターネットに移行してるんで、どん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 。だからね、インターネットのその広告収入ってものすごい取り放題なんですよね。それこそニートみたいなやつが月収100万とか200万ポンポン上げてるわけですよ。でも一生懸命働いてる方からすると、働くっていうのは要するにね、工場勤務とかね、オフィス勤務とか営業とかやってるとなかなか分かりにくいんですよ、それが。今ね、本当にね、部屋の中から50万100万みたいなのが、生まれやすいんでしょうね、きっとね。で、暇な人ほど情報収集がしやすいし、暇な人ほど自己育成がしやすいんで、なんかね、忙しく働いてるのだけが、まあ、正義ではないのかなと、いろんな見方をしないといけないなと思うんですよ。と思った時に、その生活保護の方がね、まあ、いらっしゃって、まあ、在宅で何かできる自由度っていうのはあると思うんですよ。その中で趣味を育てていって、趣味で楽しく暮らしていく中で、きっとね、人に共感を与えたりとか、人に学びを与えたりする瞬間であると思うんですよ。だからね、なんだろうね、山下清さんってものすごく有名な画家だと思うんですけども、なんか裸の大将ってやつですよね。じゃあ、あの方がサラリーマン勤務してたんですかとかね、どっかなんかいわゆるお堅い職業ついてたんですかあったら、職業ってのは基本的についてないんですよね。行く先行く先で絵を描いていたと、自分の好きなことをやっていると、それが多くの人から評価されたっていうふうに私は今感じてるんですけども、だからみんながみんなそうはならないですよ、確かに。で、みんながみんな山下清にはならないけども、いろんな障害があるからといって山下清にはならないけども、じゃあ障害がないと胸を張って言える人、どうですか、山下清さんみたいになれますかねっていうと、これはこれでやっぱなれないんで、なんかね、その人の能力がどこで開花するか、全く分かんないんですよね。苦労して受験戦争に勝ち抜いて、で、理想の会社に入りましたって言っても、じゃあ果たしてそうかなと、ね、電通に入っても、ね、自殺してしまうような環境ですよ、ね、若い女性が。で、そんなね、労働市場に、いや、誰が一体喜びを感じて健康で文化的な暮らしを送ってるのかなと思った時にね、じゃあ本当はね、生活保護費が20万30万になって、なんで自分がこんな15万ぐらいで一生懸命働いてるの、なんだっていう風にね、なるのはちょっと違うなと思うんですよ。その一生懸命働いて15万とか20万の環境にいる人も、何か声を上げて自分の処遇改善をなんかね、訴えかけるなり、なんか自分の行く方向を変えるなり、結局は生活保護を受けて不自由されて切り詰めてる方も、労働者としてなかなか思うような暮らしを送れない方も、本当は同志なんじゃないかと思うんですよ。自分の豊かで楽しく文化的な暮らしを享受するはずなのに、何者かによって搾取されている、何者かによって牽制されているっていう意味では、なんかね、同じ環境にいるんじゃないかなと思うんですよ。だってね、月収が15万20万の人が生活保護の人に対して思う、ね、気持ちっていうのは妬みが大きいんじゃないかなと思うわけなんですよね。これ違う意見もあると思いますけども、私の想像なんですよ。じゃあそのね、生活保護費30万けしからんっていう人が、じゃあ来月から月収200万になりましたって言ったら、それでも生活保護の30万とかをなんか思いますかね。だから本当は違う角度で見なくてはならないんじゃないかなと思うんですよ。で、私たちの
怒りを向ける矛先はそんなところにはないと。もっと巨大な権力であったり、大きな社会のうねりであったり、団結して向かわないといけないときに分断を私たちはいつの間にか選択してしまってるのかなと思うんですよね。だからそう考えると生活保護費15万とか20万って果たして高いのかなとかね。それこそ一人一人消費金額っていうのは違いますから、もっともっとね細かく検討するべきかなと。それこそ無制限に高ければいいってもんではないと思いますけども、だけども財源を気にせずにね、まずは理想論でどのぐらいいるかなっていうふうに考えてみると、私はね37万でも足りないかなと思ってるぐらいなんですよ。私の健康で文化的な暮らしはもうすでにね肥大しまくっていて、これがないとダメだろうみたいになってるわけなんですよねまあだから自分の所得に合わせて自分の生活変えていきますからね。だからもしかしたら所得や生活保護費が変わっていくと自分の生活範囲も広がっていって、より多くの人と関わって、より多くのなんかやり取りがあってね、より多くの社会的影響を及ぼしているのかもしれませんし、より多くの企業から多くのものを買って企業を儲けさすんじゃないかなというふうにも思うんですよね。さあデフレの時代が長いですね。なんでデフレなのかな、お金を持ってない人が多いからなんですよね。でお金が持ってる人は貯金ばっかり増えてあんまり物を買おうとしない、要するに物欲のない人たちになっちゃったんですよ。お金持ちは物欲がないと。でも生活に必要なものが買いたいなと思う人はお金がなくて買えない。だから企業の商品が売れなくてデフレになる。この流れを止めるとしたらね、何があるかっていうと、物欲のないお金持ちからちょっとねお金をいただいて、課税をかけてねお金をいただいて、で生活が苦しい人、もうちょっとお金があったらなんかね、もうちょっと商品買えるのにサービス受けれるのにっていう人にお金を移譲するっていう、こういう案もあるんですよ。で富裕層課税してそれをそのまま低所得者層に分配するって形ですけどね、まあ、これに関しては合法的にお金を貯めた人からさらに課税をかける、さらにそれをね搾取するっていうのはこれはけしからんって意見もあるんで、そこは本当にねけしからんと思うんですよ知恵を出してね頑張ってお金貯めたらそれを分取るってわけですから、ちょっとそれはないかなと思うんで、私はそれに関しては、ね、ネガティブなんですけども、でもそんなところからお金を持ってこなくても財源っていうのは国債がまだまだ全然余裕があるんで、そこからね生活保護費っていうのを捻出するのはそんなに難しいことじゃないと思うんですよね。生活保護費の全体増が確か3兆円ぐらいだったと思いますけども、これを6兆円に増やしたりね10兆円に増やしたところでびくともしないわけですよ。じゃあまずそういうふうな生活の底上げ、そういうのをしていくことによって、そこが上がったところともともとそこにいる人との交流が盛んになってね、共にまた上がっていくことができると思うんですけども、今の状態っていうのは生活保護がねこの辺って言ったらまた悪い言い方になりますけども、この辺にいる人がここで押さえつけてるんですよね。行政や国がしなくても、まあ、いわゆる働いてても賃金が上がらない人が生活保護の所得が上がることをね、給付が上がることをなんかね抑制してるっていうか、もう不公平だとか言ってるわけですよね。なんかそういうふうなね妬み合いとか足の引っ張り合い文化も良くないかなと。で生活保護の方が肩身を狭い思いするっていうのもなんか違うと思うんですよね。不正受給の話よく出ますけども、生活保護をもらってる人が不正受給だっていうんだったら、その審査を通したね行政の方が職務怠慢だっていうふうに怒らないといけないですよね。私センター試験を受けてね大学受験をしたわけですけども、大学受験に通れば別にそれはどんな方法であれ不正入学って言われないわけですよ。これ当たり前ですよね。でも例えばね受験の直前、試験がこう開始される直前にたまたまテキストで見たことを覚えていましたっていう人がギリギリで合格しました。でそれをしなかった人が実力で昨日までの勉強の成果として試験を受けたら不合格になりました。まあこれはあんまり例えとしてね効果的じゃないかもしれませんけども、どっちにしても合格は合格なんですよ、ね、あとねお笑いみたいな話ですけども、難しい漢字のテストがありました。その難しい漢字のテストの出てきた漢字がたまたま自分の名前でした。で簡単に通りますよね。でも難しい漢字に出会えなくて、むしろ自分の名前でもなかった人ってのはちょっと通るの難しいですよね。たまたま覚えてなかったみたいなことでね。それでもやっぱり合格と不合格できるんですよ。もっと言ったらね、裏口入学と言われるまあ国公立はダメですけども、私立で寄付金を多額にお父さんお母さんが積んだことによって息子さんが娘さんが試験の成果にかかわらず合格した例、これ裏口入学って言われますけども、もともとこんなのね違法でも何でもないんですよ。学校は経営ですから、どんな基準で合格さすかっていうのは学校が決めるんですよね。ってことはその基準を知って、お金ならお金、試験なら試験、
その他のスポーツだったらスポーツみたいなことでそこに入学することはなんかね、裏口でも違法でもなんでもないんですよね。だって合格の基準っていうのは学校が決めるわけですから。じゃあ寄付金をこれこれ積んでくれた人は、まあ3名までだったら入学できますよって言ったらね、それを選ぶ人もいるかもしれないですよね。でも財力がなければその試験には通らないんですよ。だから学力とかスポーツで勝負っていう風な選択肢になりますね。スポーツ推薦される方っていうのはスポーツにものすごくね実績があった方とかだと思うんですよ、うん、でもスポーツに実績があるってことは肉体的な資産が最初からできてないといけないんで、これもね運の要素が大きいんですよ。で唯一多くの方が勝負できるマーケットはテストですよね。でテストで受けたことだけが正当な入学だってされますけど、そんなことはないですからね。ということで生活保護に関しても書類を書けば基本的には通るというところがあります。で生活の実態を見られることもあると思いますけども、生活の実態を見るのも瞬間的なものであって、じゃあ1年2年5年っていうスパンで見て確かにこれは難しいよねってなって出るかっていうとそうではないですね。結局その生活調査に対してもそれをねアドバイスする人までいるぐらいなんですよ。どうやったら生活保護が出るようになるよみたいなね、どこのお医者さんに行ったら診断書が出るよみたいな、まあそういったこともね私は聞いた範囲でしかわからないですけども、そう考えていくと生活保護と一言で言っても結局は認定されれば不正受給ではないなっていう結論に達したんですよ。でもしねこれがね不正受給だって言われるんだったら、それ以上に通したやつの責任はどうなるんだってことですよね。それをだからそっちの方に矛先を向けていかないといけないのに、なぜかね不正受給って言葉だけがなんかこう一人歩きしてるような気がしてならないんですよ。いや受給してる以上はそれ不正じゃないからみたいなね私は思うんですよねいやそういうふうな、だからいろんな考え方を変えていかないといけないのかなと思いながらこのテーマをね語っていけたらと思います。ではね準備ができましたらまたご連絡いただきたいと思います。私はねどんなことでやり取りするかともうリストを決めてるんですよ。こんなことでやり取りさせてもらいたいですってことで、で、ズーム対談でね1時間ほどで、できればなと思っております。もちろんねコメントのノリオとかねなんか言葉のキャッチボールの楽しさによっては伸びるかもしれませんし、わからないですけどね、うん、じゃあ今日はこのぐらいにしておきましょうか。なんかいろいろ話しちゃって私もね何言ったのか忘れちゃいましたね。今回言ったことね、すいません。長い、動画になりまして、パウラチャンネルもね楽しみに見ておりますんでね、私もね長いことあれオープンしてからずっと見てるんですよでもね私はちょっと、ね、パウラさんが言うことと全く逆のことをよく考えるんですよ。いや男は負担があって当然だろうって私思う方なんでね男はねもうちょっと女性を守って当然だろうとかね、100歩譲って当たり前だろうっていうところがあってね、私はね男性と女性がいるとして9対1で男性が9ぐらいの負担をして五分五分だと思ってるぐらいなんですよ。まあ、そのぐらいはね女性には敬意を抱いていますしね。もちろん女性が何かね、9対1じゃそんなことはないと、女性にはもっと力があるんだから五分五分とかね、いやむしろ女性が9で男性が1でいいんだよって言ったらそれはそれでいいかなと思いますけども、うん、まああまり深く考えてないですけどね私はね、なんかその時のノリで出会ってるかなというところもありますし、まあ恋愛に関しましては私はもうねどうすることも隠すこともできなくってもう全然超年下趣味ですからね、もう今この年になって50になってもね今の奥さんは最高ですけども、やっぱり男性は50になっても20歳前後の人を選ぶんだなっていうのはもうよく気持ちは分かりますよ。それは、うん、むしろね賢い男性じゃないとその年齢を重ねた女性の良さには気づけないですね。賢い男性じゃないと、洗練された男性じゃないとね、うん、美しく老いていく女性を見てまあ、なんて言いますかね、そのダンディズムがあるっていうのはなかなか男性でもね高いレベルに行かないとなかなかないでしょうね、うん、で確かに女性も年齢を重ねれば重ねるほどね人間的な魅力っていうのはものすごく増していくんですよ。ただそれを見抜ける男性はあんまりいないということだと思うんですよね私はね。だから表面的な美しさにとどまってしまうのが男性の価値観、幼さだと思います。もちろん出産とかね、家族ってことを考えれば若い女性に行くのはこれ性別学的にしょうがないと思いますけども、人間には理性がありますから、知性がありますから、共に年を取っていくんだったらどんな人がいいかなっていうふうなことを選んだ時に、40代とか50代の知性磨かれた気品豊かなねエレガントな女性を見ると、あこういう人と一緒に年齢取っていきたいなっていうふうに見抜ける男性がいてもいいかなと思います。私はとてもそうはなってないですけどね。ただ今の奥さんと暮らしてると一緒に年を取っていく楽しみっていうのはなんだかだんだん分かってきたなってことですよね。うん、まあ
それぞれの立場から考えるもの、感じるものいっぱいあると思いますので、うん、私の考えがみんなに当てはまるとは全然思わないですね。逆に誰かの考えが私に当てはまるとも思わないんで、人それぞれかなというところになってきます。まあ、平均的にはやっぱり若い女性の方が目立つかなというところは、これは否定できないですね。はい、ではまたパウロチャンネルの話もできればと思います。続いていってらっしゃい。